意識がなくなってからのことは全然。よく俺を引きずってここまで来れたな。重かったろ。
あれ元気そうだね。倒れてたって言うから様子見に来たんだけど。なんで俺が倒れてたって知ってるんだよ。レナが電話してきたから。他に理由が必要？レナ、ケイちゃん大丈夫そうだよ。ったく、心配して損した。そうだね、レナも心配して損したかな。うわっ、何この下駄箱。どうしてたの？転んでさ、その拍子に持ってたバットで叩いちゃったんだよ。持ち慣れないもん振り回してるからこういうことになるんだよ。でもこれじゃおばさまたちが帰ってきたらびっくりしちゃうね。後でレナが片付けておくね。さ、ほら、ケイちゃん。重病人なんだから、ちゃんと寝てないとダメだよ。さ、お布団に戻った戻った。監督には電話した？うん、兄ちゃんに電話した後すぐにね。すぐ来るって言ってたよ。二人とも何の話をしてるんだよ。監督って何だよ。ケイちゃん死んないの？監督って言ったら監督だよ。映画の監督とか工事現場の監督とか。お前らが何の話をしてるのかわからないな。その監督が俺と何か関係あるのか。来るって言ったけど、うちに来るのか。
ちゃん、最近は野球に凝ってるんだよね。監督、それ聞いたら喜ぶと思うな。だから、監督って誰だよ。監督は監督さんだよ。だから、監督って誰だよ。そうだ。監督が来る前に済ませとくかな。ケイちゃん、覚えてるかい？覚えてるって何をだよ。ケイチ君忘れちゃったのかな。罰ゲームなんだよ。忘れちゃったのかな。おはぎの宿題、どれがレナの作ったおはぎかを当てる宿題。あれ、確か宿題忘れだったよね。何の真似だよ。罰ゲームだから動かないでね。
の真似だよ。姉ちゃん、何言ってんだか。分かってんでしょ。何が、俺には何が何やらさっぱり分からねえよ。知ってるくせに。訳のわからないことを言って俺を煙に巻くのはやめろ。君たちに同じ目に遭ってもらう。うすうすは気づいてたくせに。みんなはじめはひき逃げされたものだ。ですが、意識を確かめるために近づいた警官はすぐに異常に気づきました。引き裂かれていたのです。ナイフとか。いいえ、すでに知っている。警察は富武さんの遺体から薬物は検出できなかったって言ったぞ。観念しなって。んじゃ。